皆さんこんにちは、ワンダルグリムジです。今回は夢幻のごとく続きをプレイしていきたいと思います。スーパーファミコンの RPG ゲーム、信長が本能寺の部屋をもし生き抜いていたらという内容になっています。では早速続きをプレイしていきましょう。秀吉による奇襲攻めが行われる直前という状況なんですけども、この信長はですね、その前にいくつかイベントをこなす必要がありそうなので、イベントをこなしていきます。そのイベントなんですが、まず一つ目が高野山。ここでイベントが発生するようなので、早速高野山に向かっていきましょう。では、高野山に着きました。まずは、探索をしていきましょう。大変じゃ、高野山の宝、竜神様の種が盗まれた。玉かな種かな、なんか、宝箱がある。なんか開けていいのかな、封じられていて開かない。あまり大きな村ではなさそうですよね。奥には行けそうですね。また誰かいる。南に竜神様の泉があって、その底には、社が沈んでおる。なるほど。宿屋があるので、ちょっと休んでいきましょう。南の、じゃあ、その、湖に行くのかな。外で話を聞かせてもらいました。私はまだ修行中ですが、竜を抑えるため力をお貸ししたいと思います。どうか加えてください。まあ一応仲間に加えましょう。お国を一回外して、ちょっと様子を見ます。誰なんだろう？桂小路西条。武勇十二。ああ、名士はもう一人いるからな。ちょっと、国に戻してから、実際のじゃあ竜神のいる場所へ行きましょうか。お国はね、ちょっとまだまだレベルが上がってきていないところではあるんですけど、やっぱり攻撃力高くてですね、かつ回復系も有能なので入れときたいと。お、山伏がいる。何を貸そう、わしは妖力蒼天天井じゃあ、びっくりしただろうが、と。え？いや、なんか戦闘になる。そんな雰囲気でしたけどね。じゃあちょっと南にあるその湖に行ってみましょう。湖がなくなったのを見て慌ててきたのだが、これがじゃあ、湖の底に沈んでいた社たちが、湖が干上がって出てきたってことですかね。竜神はどうなったのか。ちょっと一個一個まだ覗いていきましょう。誰かいる。友人の洞窟には死者を蘇らせる杯が眠っています。怪しげな杯ですね。妖気を漂わせた神官が立っていた。私は竜神に仕えるものにございます。どうか竜玉様をお助けください。竜玉様は天界という層によって北の洞窟の中に囚われている。天界、いよいよ戦うのか、光秀と。ちょっと準備をして戦いに備えましょう。なんかあそこにいるのがその竜神様、竜玉様なんですかね。救出に向かいましょう。妖力で作られた結界、怪しげな陰の気が漂っている。妖力を破る手立てはある。陰の気を打ち破るにはこれじゃ。なんか打ち破ったな。先に宝箱、宝箱を取る前に、また、新種の敵なんですが、まあ、あまり強くはないですね、この竜というのは。経験値もそれほど持ってはいないです。先に宝箱。
竜王なぎなた。竜王作なぎなたが入っていた。おお、これは、是が非でも欲しいので、何かを捨てましょう。薬種、心理祈願はね、どうしても欲しいんですよね。よし、装備を早速するぞ。強え、なぎなた強え。これでだいぶ、お国の力が上がったというもの。そろそろボス戦にも備えて、形式を全員指示に変えます。普通の雑魚キャラ相手だとね、指示だとめんどくさいんですけどね。私は竜玉と申します。合ってるのかな？読み方は。ひっそりと暮らしていましたが、天界と申す僧が現れ、私の力を利用しようとしていました。この力を怪しい者に渡すわけには参りません。ですが、拒んだために天界の魔力によってここに封じられた。天界はこの洞窟のどこかに潜んでいる。なるほど。天界を何としても倒さねばなりません。粒子を持ち、私も参ります。粒子には体を癒す力が。何かを捨てよ。万能の、いや、どこを捨てよ。仲間に加えますか？加えます。いやー。いや、これちょっとわかんないからな。宿屋に行ってもらいましょう。お国を使う。では、天界の捜索に戻ります。ん？天界らしき奴がいる。ちょっと向かいましょう、そこまで。では、天界の目の前までやってきました。回復済みです。いきなり戦闘か。天界が現れた。信長よくぞここまで来た。じゃがここまでじゃ、我が力見せてくれるわ。まあ、確実に強敵だと思うので、まあ、基本的には、そうだな、みんな、一回ずつは、防御力アップを使っておきたいかな。特に、お国なんかはね、防御力が非常に弱いので、確実に回復しておきましょう。信長は十文字切りで、奥にはというと一旦みんな防御力アップ使っておきたいかな。で、生命は、ライデンを使っておきましょう。これで、ちょっと一旦進めていきましょう。信長が104も食らうのか。お国とか多分一撃で死ぬな。常に回復して、ヒットポイントが高い状態を維持しておきたいですね。うわ、お国が一撃で死んだ。強すぎるな。これはお国だとちょっと力不足なのかな。お国が食らうと一撃死するのはもう覚悟してたんですけど、ちょっと早かったですね。他の人材はただ今のところ無難に戦ってますね。いや、お国だけだな。ちょっと悔やまれるのがね。もうしょうがない。では、力攻めでいきます。うわ一撃で地獄門食らって死にましたね。ちょっと戻ってきます。では、再戦といきましょう。まずは、回復系だよね。やっぱね、回復系。あとは防御力アップ系。特にお国。お国が早々にやられてきつかったので、これは絶対に回避したい。で、あとは、
いやー、一旦全員に術に対する耐性上げとこう、さっき一撃死してしまったので信長が、うん、これでなんとか、うわ呪い受けたとかきついな。信長だけはでも、いや信長すらもだ、一度回復に入った方がいい気がするな。奥には回復しよう、これはしょうがない。で一旦回転の舞で全員の防御力上げる。で、そうだな、もう一回やっぱり術耐性上げとこう。ああ、一回しか効果ないのか。これはしょうがないで、じゃあね。で、全員の回復を優先しよう。防御力アップと回復を優先します。さあ、一旦全員回復してまた戦える攻撃に転じられる状態に戻ってきました。いや、かなりね、強力なんですけど、一旦防御力アップ系を使って守りを固めたので、ここから攻撃へと転じていこうというところなんですけど、死人が一人でも出ると、まあ一気にですね、劣勢に戻ってしまって、体力管理、これは、まあ特に注意を、していきたいかなと思います。で意外とですね、安倍の生命のライデンが結構強くてですね、アタッカーの役割も担ってくれてるので、このあたりしっかり使っていきましょう。で、体力が減ってきたら、奥にて回復。人力丸、これがね、勝敗を分けるポイントに一つなってこようかというところですかね。回復はもう惜しみなくやっておきましょう。なり、これだよ、呪いを受けると一気に劣つくなんだよな。自分で心力丸使って気力回復しよう。で、どうしようかな。一旦自分を回復するしかないかな、奥には。本当は呪い受けてるので、自利品になるんで、回復したいところなんですけどね。呪いを回復、呪いを解きたいところなんですけどね。その前に、体力の回復をせざるを得ないかな。で、信長だけアタッカー。で、あとは、回復術を使って、まず呪いを解いていきましょう。せべは、アタッカー。自己門もね、一撃するリスクがあるんで、本当に怖い技なんですよね。警戒していかなきゃいけないんですけど、もう今のこの状況だと回復を優先せざるを得ないので、なかなかねちょっと厳しいですよね。うわ、また呪いが来たよ、せっかく回復したのに。道具、回復系薬種、一回奥に回復せざるを得ないだ。信長を使ってでも回復せざるを得ない。あとは、信長が死んだら終わりなので、ちょっとでも回復して、で、回復術を。信長から行こう。いや、ここまで来たら仕留めたいよな。誰を回復させるか。回復せるかな。回復系がもうちょっとなくなってきてんな。自分で回復するしかないな。死人が出るぞ。なんとか持ったけど、次が持たない。次が持たないぞ。回復がない。あー、きついよ。ここまで来たら仕留めたいな。
りあえず回復するしかないよな。もうここも全力で回復に入るしかないからな。信長が死んだら終わりなので、信長の回復だよね、ここはね。もうしょうがないね。で、もうここは攻撃。死んでくれ、そろそろ。頼む。死なないよね。これなんだろう、成功の杯ってなんだろう、使ってみよう。効果がなかったとか言って。マジクソだな。回復。回復呪詛を使いたいけど、その前にもう体力回復するしかないからな。立て直しがね、なかなかちょっと効かないですよね。あの呪い受けるとね。生命が死んだ。恐れていた死人がついに出てしまいましたね。いや、本当に強い。さすが、まあ、ラスボスっていう感じではないとは思うんですけど、まあ、主要敵キャラの一人と言って良さそうですよね。倒したー。強かったなー。8000の経験値。いやー、本当に、セベが死んでからは特にきつかったですけど、まあ、なんとかで倒しきりましたね。奥には3ぐらいレベル上がりそうだな。信長これで勝ったと思うなと。天下が消滅。アシュラ斬りを手に入れた。これであやつが滅んだとは思え、天界。おお、なんか崩れるのかな。天界の魔力で干上がっていた湖に再び水が戻り出した。やむを得ぬ、退散じゃ。再び湖となった。竜の湖は二度と干上がることはなかろう。それはそうとして、サルメ、戦の支度は進めておるか。秀吉は貝塚を経て和歌山で陣を整えていた。この戦、次なる四国攻めの足がかりとするのじゃ。一方、敵方の騎士、太田勢と雑賀勢もまた出陣しようとしていた。サルメの様子見に行くか。ということですね。ちょっと装備を確認しておきましょうか。アシュラ斬り。アシュラ斬りは誰が装備できるんだろう。誰も装備できなそうだ。じゃあ一旦町に戻りましょう。では回復してきましたので、まあ合戦の始まる場所に向かいましょう。お、秀吉がいる。王都の官兵衛が探りを入れておりますゆえしばらくお待ちください。最後の撤退は侮れません。何を言う長男、わしが先に来い。猿はそこで見物勝利。西賀孫一、評判通りなら面白いやつじゃ。では、行きましょう。多分また合戦のシミュレーションパートになるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。信長は和歌山城外で西賀君と激突。誰出すかな。兵力的には乱丸。乱丸以外だと、これといった武将はいないかな。格闘部隊とか言って。乱戦を挑むんだな。じゃあこれで出陣しましょう。まあどうせまたボス戦でボスを叩くという戦い方になるんじゃないかなと思うので、敵はどこにいる。あ、ここだな。最後ボスはどこにいるんだ。最後孫一、これがボスだな。となると、
信長は一旦北に向けて、他の部隊で、いや、他の部隊も基本的には、孫市のところに向かうでいいかな。まあもう、合戦も何もないっすね。突撃あるの。信長の居場所がバレないようにだけ、ちょっとおとりのために突進してもらいましょう。格闘隊も出す。信長以外の部隊が、おとりとなって敵部隊と交戦してる間に、信長を、孫市に突進させる。そして、信長の存在に気づいた時にはもう時すでに遅し。よし、ボス戦に持ち込んだぞ。才賀が現れた。秀吉の軍の猛虎は奇襲わが物に顔にはさせん。我が物顔にはさせんですね。869。すげえ。まあ、術を使ってきたりはしないと思うので、まあ、力攻めでいいかなと思います。狙い撃ち。107。それなりに食らうな。まあ、一旦回転の舞で、モビルカップは使っておきましょう。で、まあ、念のために、信長は回復をしておきます。で、あとは、アタッカーで攻撃を仕掛けていく。倒しましたね。まあ、展開に比べると、余裕あったかなと思います。合戦で負けても敵の大将を討ち取ればそれで勝ちですからね。奥にももうだいぶレベルが追いついてきたかな。孫市死にたいか。おう殺せ。孫市、この世にはお前の知らぬ世界がある。奇襲にこだわってどうする。信長は孫市に世界へ打って出る話をした。次第に孫市は体を乗り出してきた。面白い、実に面白いぞ。わしも共に加えてくれい。そうじゃ、その代わり和歌山城内への抜け道を教えてやる。井戸じゃ、城の脇の井戸に抜け道があるわい。どうじゃ、わしを仲間に入れぬか。仲間に加えましょう。まあ、一旦宿にね、じゃあちょっと行ってもらって。これで、和歌山城下へと攻め込めるという状況になりましたね。では、長くなりましたので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、和歌山城下へとなだれ込んでいきましょう。